こんばんは。皆さんお元気でしょうか。ガレージラボ東京番組モデレーターの乾栄一郎です。この番組では毎週さまざまな分野のゲストにご登場いただき、ゲストのスタートアップ時代のお話や苦労話、そして現在の活動につながる思い出についてお聞きしております。皆さんのロードマップ、スタートアップにこの経験を生かしていただければなと思っております。本日のゲストは先週から引き続きガーデニング界、庭の世界で石を触らせればナンバーワンという方をお呼びしております。それではガレージラボ東京スタートです。はい、みんなのガレージ。本日は石を触らせたらナンバーワンガーデニング界の竹部さんをお呼びしております。竹部さん、今週もお願いします。よろしくお願いします。まあ、今日は最終回で竹部さんの真骨頂ですね、石についての話になっていきます。先週は庭木についてのリスペクト、池の念ということも話したんですけども、竹部さんにとっての庭についてのリスペクトについて深く入っていきたいと思います。本日もブログからなんですけども、竹部さん、このスーザンヒルからでいいですか？いや、いいです。わかりました。スーザンヒル、こちらになりますね。はい、スーザンヒル著作の庭の小道からっていうこの本について、まあ特に話をしたいというふうに竹部さんからありましたんで、この庭の小道っていう本ですね、これはどういったものになるんですか？スーザン・ヒルという人は文学者というか小説家なんですね。はいはい。で、イギリスの方です。はい。で、その人が、庭のことを書いた絵本なんですけれど、まあ、こういう英語版のやつの翻訳というのが日本でも出てまして、なるほど、これに接したのは結構以前なんですけれど、庭の楽しみということを非常に分かりやすく書いてある、うん、で、僕は英語全然ダメなんで日本語版でしかダメなんですけど、これはたまって英語版の方を持ってきたんですけれど、はい、で、まあ、日本語版を買って英語版がどういう風なレイアウトなのかということが気になったので、なるほど、英語版探しまくって、あ、そうですか、ネットで見つけてイギリスから取り寄せた、で、ページレイアウトはもう全く一緒ということで、そうですね、レイアウトについてはこの竹部さんのブログの中に、日本語版と英語版とこんな感じで、はい、記載があります。はい。で、この中で庭の楽しみということを、うん、まあ、いろんな分野、うん、それから日本人があまり接しないような形のものが書かれていて、うんうん、今ガーデニングっていうのが、はい、ガーデニングという言葉が普及してきてます。定着しましたよね。うん、で、多分ね、日本でガーデニングという言葉を公に使ったのは僕は多分トップクラスだと思う、最初ぐらい。まあ確かにそうですね、うん、いろんな本の中でも竹部さんが出てきた雑誌家庭画報であるとか庭っていう本の中でも、まあ、割と頻繁にその言葉をお使いになってましたもんね、はい、なぜそういうことを使ったかというと、日本では、まあ、造園だとか庭だとか、うん、それから、うん、植木屋とかいうような言葉が出てきたりするんですけれど、うんうん、日本のってこうそういう植物、庭を扱ってる人って意外と植物知らないんですよ。あ、木ばっかりなんです。いや、同感です、同感です、うん、確かにそうですね。だから草物ってもう全く知らない。そうです、そうです。で、花なんか邪道やという人もいるぐらいなんですけれど、うん、ところがイギリスなんか行くと植物の知識っていうのがすごく豊富なんですよね、うん、で、素人の人でもすごくよく知ってる。そうで、情報がごっつい豊富だ。で、これ日本で言ったらどういう言葉があるのかってないんですよ。ああ、そうですよね。ほんで、ガーデニングという言葉が向こうでは使われておって、うんうん、今回は使いませんけど、ホブハウスという人の
あのヒストリオブガーデニングという、うん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 、結局は、うん、庭園誌なんですよね、うん、でガーデニングっていうのは庭を ING してるわけやから、なるほど僕は英語ダメですけど作り続けてるという庭ってるみたいなんですね、うん、庭というものは常に触ってやんとあかんもの、うん、という感じ、植物扱うからなおさらです。でこの本のやつはほとんどが植物です。なるほど。でそれはあの子育てにも似たような楽しみでもあるというふうに、うんうんうん、であのここにもちょっと紹介しましたけれど、あの楽しみでありそれから ある種苦痛でもあるわけだけど、確かにあのどうかな、未来を信じることができるというふうに書き書かれてあって、それは素晴らしいなと、うんうんうん、でその素晴らしさゆえにこの本たくさん買いましてね、日本語の、うんうんうん、だいぶ巻きました。あ、うん、なるほど。でところがもう今あまだ出版されてるのかどうかはちょっと今分かりません、うんうん、一遍途絶えて再版されたんですけれど、西村書店という新潟かなんかの出版社で絵本を主に出してるところですけれど、うんうんうん、まあ、こういう優れた本も出してくれてたということです。なるほど。これぜひ古本でも探して読んでほしい本の人。なるほど数学分かりやすいし。そうですね、うん、まあ、庭っていうとその、まあ、住宅に付随する、まあ、空間っていうふうに思われがちなんですけど、まあ、ヨーロッパだとその修道院の横についているポタジェっていう家庭菜園っていうのも庭ですし、はい、で眺めるだけじゃなくって、まあ、まあ供花お供えする花として、まあ積んできたものを家の中の、まあ、向こうはキリストの像があるなり、うん、であとは食卓の場に今咲いてるものをマックスのものを家の中に取り込むとかっていうふうにして、そのものの移動がすごくね、はい、あるのがガーデニングかなというふうにちょっと思いますね、うん、育てる楽しみっていうのを、ね、うん、持ってるところで、うん、日本の庭とすごく違うところがそこだと思います、うん、で我々のお客さんでも本当に庭の好きな人っていうのはやっぱり育てる楽しみを持ってる人、うん、なるほど、ただ眺めるだけではない、違いますよね、うん、で向こうはもう完璧に育てる楽しみ、そうですね、うん、本当に小さいものをだんだん大きくしていきながら大きくなったものをまた小さくしたりっていうので、庭がなんかこうなんて交響曲っていうんですかね、はい、オーケストラみたいにこう大きくなったり小さくなったり、はい、そういうイメージですかね、はい、多様な植物を使うと、確かにそうですね、ありがとうございます。まあ、武部さんの植物に対してスーザンヒルっていう出版と、まあ、ホブハウスっていうのもブログの中にも出て、ペネロペホブハウスっていうのも非常にこのお二人には外せないイギリスのガーデン誌の中に残る本なんで、はい、一度またちょっと見ていただきたいんです。今日はねちょっとねやっぱり石を扱わせればもう最高な武部さんなんで、その石についてのリスペクト、この記事をちょっと解説をお願いしたいなというふうに思います、はい、まず僕は庭を始めた時に重森美玲にかなり傾倒してまして、なるほど、で彼はもう石組の人、はい、ただ最初真似ししましたけれど、あの真似しは何ぼしても追い越せない、なるほど、そうですね、ということで石を一時ちょっと封印したんです。封印したんですね。でその代わり雑木を使い出して、なるほど、花を植えるということをやりだしたんですけれど、はい、本質的には岩が石が大好きで、石がね、でもともと山登りしてて岩登りもやってたんです。ああ、ロッククライミングですね、うん、でかなり厳しいとこも登ったりしてましたので、はいはい、日本最大の壁という黒部にあるんですけど、はい、そこも登ったことあるんですよ、はい、高低差 800m ぐらいのところなんですけど、ね、でそういうことで岩に接して、その頃は岩を扱うなんて全然思ってなかったですけど、登る対象でしかなかったんですけれど、ね、庭をやりだした時にやっぱり石、岩の存在の大きさを知って、 それから岩倉というのを知るのはもう随分後なんですよ。なるほど、まあ、そういう岩倉っていうので、まあ、一度調べていただいたらいいんですけど、まあ、そういう存在があって、で武部さんのお客さんの多い芦屋、兵庫県の芦屋市、西宮市にこれはもう地域ではめちゃめちゃ有名なこの夫婦岩っていう巨石があるんですけど、これに対してのそのお考えというのをちょっとお聞きしたいなと思っています、はい、これは今はもう道路の真ん中にある石で、確かに道路真ん中ありますね、はい、で邪魔になるので
何遍も取ろうと、あるいは爆破してしまおうという計画が出たんですけれど、はい、聞きます聞きます、そういう話が出ると、たたりが起こると。そう、もう死人が出たりとか、死人が出たりとかね、いろいろあるんで、で、たたり岩として非常に有名になってしまって、確かに有名ですね。それで、あの道路を管理しているところも、あの結局石は動かせないので両側に道を作ったと。なるほど。振り分けにするような形になった。そうですね、こういう形になって上りと下り、はい、兵庫県の、西宮から宝塚に抜ける道になるんですけど、その途中にあるところですね、はいはい、もう本当に有名な場所です、はい、でこの岩って2つに割れた石なんです。あ、そうなんですか。パカッと割れてるんで、割れて広がってるんです。で、割れた広がった真ん中に木が一本生えておって、この木ですね、これは実は柿の木なんです。はあ。で、柿の木がその割れ目に生えてると。はあ。これはごっつい意味深なんです。なるほど。で、この、あの石自体は妙と岩と呼ばれてるんですけど、まあまあそうですね。で、まあここで言うていいのかどうかっていうのはあるんですけど、まあそれはダメなんですけど、ある隠語でも呼ばれてるのが本来で、なるほど。これは女、男、子供という、まあ、未来へ続くっていう循環に関係することですね。で、まあ、性にも関わるわけですけれど、あの人の営みとして、うん、あの未来に子孫を残していく、そうですそうです、それを祈るための場所でもある。なるほど。で、そこに柿の木が生えてるという、はい、で柿の木、これ野生の柿の木ですけど、ちっちゃい実がなります。はいはい。で、ちっちゃい実がなって、ちょっと砲弾型の、なるほど、実がなるんですけど、なるほど、その砲弾型の実っていうのはよく見ると、反対向けてみると宝珠型してるんです。ああ、宝珠ですね、はい、なるほど。で、宝珠型してて、中の柿の種っていうのは、あの冬柿なんかと違ってぺったんこで、こうちょっと意味があるんだ。なるほど。あのお柿にある柿の種っていうのがありますね。ありますありますね。あれにの元ですよね。はい。で、これ曲がた曲がたしてる。なるほど。だから子供ということでもあるわけですね。胎児の形っていう。そうですね。で、そういう形をしたもので、あ、で非常に大事な、そういう意味を、もう他にも意味はいっぱいたくさんあります、ね、あるんですけれど、はい、そういう意味のある岩を破壊するということは決してしてはならないこと。まあ、命の営みを否定することにもつながりかねない、はい、だからそれをやろうとすると。たたると。なるほど。これは我々人間が学ばないといけないところですね、はい。でまあ、ちょっとそのもうちょっと深く知りたい、いきたいところなんですが、時間はちょっと来てるんですけども、まあ、ちょっと武部さんのブログの中にこれに関しての事例というのがかなりたくさんあるので、はい、今日の機会において武部さんのブログを見ていただいて、もっと奥深く、そしてまた広く、あの見聞を広げてもらえたらなというのがあって、はい、それと、まあ、日本庭園の一つの特徴は石組みなんですけれど、うん、はい、その石組みの元というのは形式的なものをだけあの追っていってもわからない。そうですね。で、はい、最終的にはやっぱり岩倉というものを見る、接する、そこから感じるということが大事で、はい、それをもうすごく造園会に訴えてるんですけど、訴えてる、訴えてる、それはなかなかみんな言わないんで。そうですね、まあ、その岩倉っていう存在についてはまた次回竹村さんにおいでいただいたときに、この話はディープで深くって本当に意味のあることなんで、また次の機会を作りたいなと思います。ちょっと時間の関係上ここまでになってしまうんですけれども、あの竹山さん4週にわたって、はい、あのいろいろ庭について、はい、あの言い足りないこともたくさんあると思いますけれども、あのちょっと残念ながら今週はこれまでということになりますんで、はいはい、また皆さんも竹山さんのブログを見ていただいて、庭と石と、まあ、生命というのも深く知っていただきたいなと思います。竹田すみません、ちょっとあっさりと流してしまったんですけども、はい、あの4週にわたりまして、はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。はい、本日のデモンストレーション、イエーイ。今日は、続きまして最後の、メッシュのデモンストレーション最後になってきます。前回は
一つ一つのパーツを説明していた中でトリガーっていうのがで、トリガーはボタンを押したり振ったり人感センサーだったりで何かの現象が変わったら何かの現象になったら何々をするで、LED が光る音が鳴ったり写真を撮ったりっていう風にトリガーと現象を起こしたことやりたいことの繰り返しをちょっといろいろ作ってみました。で、昨日の最後にですね、まあ、人感センサーで人の流れを測ってみようということで、まあ、これはね人の流れをなぜ働く数えようかっていうことになったのは街中で、今は外飲みって言ってそのお店で飲まないって一晩中コンビニエンスストアで買ったり自動販売機で買ったものを一晩中飲んでゴミをほったらかしにする人が多いんですね。でそういったものの場所であるとかっていうことが非常にお店屋さん商店主の方々は毎朝掃除から始まってで下がドロドロになってるところを掃除から始めてからしかお商売ができないっていうことが、まあ、一つのこの商店の課題だったんですね。でその中でどこが一番人が集まるんだったらその前を、まあ、時間帯で、まあ、みんなでお店屋さん同士で回ってちょっと注意喚起したらどうかなとかっていう話がちょっと出てたもんなんで、まあ、どこをどういうふうに回って注意喚起をするかっていうことの前データ検証するための検討データが欲しいからというので始めようかなというのでやりました。で、まあまあ、駅前なのかちょっと入ったところなのか、まあ、いろんなパターンがあるんですけどみんなは想定で言うので話題になりにくい答えが出にくいというところを数字にしていけば、まあ、例えば Google マップに時間帯に多いところは赤にするとか少ないところはブルーにするとかっていうのでヒートマップとして出したらいいんじゃないかなとかなんかいろんな話が出てきたんですけどもこれはある一つの場所で測定したデータなんですけどもこの歯、まあ、これですねこれは温度ですね。でこのルクスっていうのは照度ですね。まあ、ルクスは夜なんでゼロなんですけども、まあ、明るくなってくると、まあ、50とか1630とかになるんでねこれ5時24分、ね、5時半ぐらいですね。5時半ぐらいになると明るくなりだして6時半になるともうかなり明るくなると。でこちらに温度でいくと6時ぐらいはあるかな、この辺ですね。6時半だとこれぐらいですね。 58% 湿度ですね。で、5時半ぐらいにモーションセンサーですね。これはモーションセンサーは5時半ぐらいあるかな。10時あったあった。これ6時、そうですね、この辺りですね。6時半というとここになりますね。この辺りになると1時間に 4,5 人なんですけどその前はほとんどゼロになるという、まあ、明るさと温度湿度と人の通るというのを取るとこういう計算になります。これ雨になったらもっと人少なかったりとか暗かったりすると人が通らなかったりとかって言って、まあ、人がそこにいるそこに溜まってしまう条件というのが明るさと、まあ、気温というのは大きいでしょうねっていう情報を集めるとじゃあそこを暗くしたらそういうふうに集まらないようになるんじゃないかなっていうことで、まあ、外飲みの被害、まあ、影響のある場所は暗くした方がいいよねとかっていうふうな話になっていきます。はい、まあこれですね、温度センサーこういうふうになって、スプレッドシートというのは今先ほどのグラフ表計算ソフトに入ってるというところですね。であと次はその最後にツイートっていうふうにあるんですけども、まあ、このツイートの場合はある条件になったらそこに人が集まってるという条件ですね。人感センサーが反応したらツイートを送り出すんですね。ここに人がいるよっていうそのカウント数をしているよっていうのが分かったら、まあ、朝4時に人が集まってるということはそこで外飲みをしているんだなっていう判断になってその時間帯に、まあ、商店の人の誰かが行っていやゴミをしないでくださいねと一言かけると
というふうな話になるかと思います。はい、この中で人感センサーというのはこれになりますね。これ今はプログラム入れてないで反応しませんね。はい、では画面になります。これ人感センサーになりまして、人感感知したら何秒、今3秒設定になってますから、これちょっと5秒にしておきます。じゃあ5秒間感知したら何々になる、もう反応してますけども、もうちょっと5秒間反応したら何々になる。で、先ほどと同じように音を鳴らすということにしましょう。スピーカー、はい、5秒間反応したら音が鳴るっていう風な設定にしてますね。ちょっとじゃあ画面上に変えますね。はい、今これ反応してますね。はい、5秒間反応したら音が鳴るっていう風になってます。ちょっとうるさいですね。ですんで、はい、何々が鳴ったら何々になる、今のは人感センサーが5秒反応したら、音を鳴らす。で、画面にちょっと見てもらうと、いろんな条件が温度、湿度、照度で人感センサーがあって、最後にツイートってなってるんですけども、先ほど言ったように明るさがある程度の明るさで、温度がどれぐらいの間 で人感センサーが反応した場合、その反応の回数によってここに人が溜まってる、外飲みしてるだろうという条件が当てはまったら、ツイートでどこどこっていう場所は今外飲みしてるんじゃないだろうかというようなツイートを送り出すということがこれでできるわけです。まあ、人感センサーこれ一つ7000円ぐらいなんで、7000円とお手持ちの iPad だけあれば、まあ、こういった実験ができる。いや、そんなことわかんないよって、無駄無駄って思う前に、まあ、一度そういう条件が当てはまって答えが出たら非常に面白いですし、真冬にですね、火の用心っていうこともなくなって、街を安全にする商売がちゃんとできる、まあ、もしくはイベントをやって店の前の人数の母数を100を1000にしたらどうなるのか、1000になったら入る人数が倍になるのか、10倍になるのかっていうふうなマーケティングツールとしても使えるようになってきます。世の中にそのいろんなマーケティングツールとかマーケティングの数字があるんですけども、じゃあ実際に自分の店の前はどうなんだとか、隣の店はどうなんだっていうことが全くデータがないんですね。で、そういうニッチな小さな自分に一番身近な小さっていうのは、まあ、こういうメッシュみたいなツールを使って自分でデータを作ることによって自分のビジネスをブラッシュアップできる、バージョンアップできるっていうことになっていきます。で、まあ、この、まあ、人が感知したらどうするかっていうことを、まあ、要はカメラがちょっとあんまりプライバシーのことがあるので何とも言えないんですけども、人が感知をしたら写真を撮るっていうことがおそらく防犯上のことも考えるとですね、はい、まあ人感センサーに反応して、まあこれ悪い人とするならば私が写ってるというふうなことが自分でできるというところに面白みがあるかなというふうに思います。はい、何が言いたいかというとですね、今何でもあるものを使う、工夫をせずに使うっていうことが当然になってしまってるので、組み合わせることによって自分の能力を持って課題を解決する、自分で解決できるっていうことを知ってもらいたいですね。本当にこういうのをエンジニアの方にハンダゴテから基板からマイコンから、始めるとですね、10万円 もしくは大きくなると数百万円のシステムになる。じゃあ数百万円かけて自分のお店についての改善ってそれってどうなのってなると、まあ、やらないんですよ。ということは何も変わらない、
技術が進んでる、こういったいいものがあるけども勉強しないことによって何も変わらない、勘とか、そういったものに頼ってしまうっていう時代が今の時代なので、まあ、我々50代のおじさん世代も含めて自分にインプットして、でアウトプットは試行錯誤です。いろいろ試してみる、インプットしてアウトプットして答えをフィードバックっていう、この PDCA を回すっていう考え方をこういうツールで覚えてもらいたいなというふうに思います。それが今経済産業省がやってる社会人の学び直し、組み合わせることによってどういう結果がなるか、課題を解決するためにどういったものを自分にインプットしてアウトプットしてフィードバックをしてっていう、この繰り返しをどう社会人がするかっていうことが今後の日本経済を変えていく、変えるきっかけになるっていうのが経済産業省が今まさに座会をかなりやっておられてる、小学生がでも使えるツールで社会人の学び直しをしたいというふうに考えてます。なぜかというと小学生でやってるツール手法がそのままおじさんたち お兄さんたちが使えるようになってるので、社会資本としてあるものを使うっていうことになってくるので、大きな投資をなくて少ない投資で効果を上げるということを狙っているものだと思います。で、まあ、本当にこういうツールっていうのが安くで数もたくさん出てきてますし、いろんな教室もあるので、そういったツールを使って社会人の学び直し、インプットしてバージョンアップ、インプットしてアップデートする、自分自身人間としてアップデートするということを、まあ、社会人の学び直しで必要になってきているということを、まあ、お伝えしたかったということになってますね。はい、他にも基盤では RD のとか、マイコンでは、ラズベリーパイとか、いろんな低価格のそういうツールたくさんありますけども、今後はそういったことも含めて皆さんにご紹介できたらなというふうにちょっと思っています。まあ小学生はねやってますんで、やってない大人の方がバージョンアップできてないってことはちょっと問題かなと思いますんで、皆さんもこれからみんなバージョンアップしていこうというふうに思ってほしいです。では今週は終わりです。ありがとうございました。